おはようございます。じゃなくて、おはようございます。はい。今日はね、あの、買って冷やしたよ。はい。まあ、これだけじゃないんだけど、これね、朝マック。あのね、正直言って,言ってしまうんだけど、僕ね、あの、富裕層なんで、あんまマック食べたことないんですよ。うん。マックより、あの、美味しいものを、 あの、普通、普通普段は食べてるから、ま、これあんま言いたくないんで言っちゃいけないんだけど、あの、あんまマック食わないし、あんまり、あのね、好んで食べたことがないんですよね。なんですけど、ちょっと最近ね、あの、高須みきやさんってご存知ですかあの、高須クリニック はみんな知ってますよね。高須クリニックの高須委員長の息子さんの高須みきやさんっていう人がね、今 YouTube やってんだけど、その人、そのね、高須みきやさんの動画にちょっとハマってて、で、最近ね、朝マックをするっていう動画を出したんですよね。で、なんかその、それを見て、あ、食べてみたいなって思ったんで、買いました。うん。まあなんで今日はね、これ、ね、朝マック気持ちええをね、やっていきたいと思いやーす。はい、という感じで、 僕が今日買ったのは、このコーヒー。高須委員長、あの、高須幹也さんは、あ、幹也さんは、あの、オレンジジュース買ったんだけど、僕ジュースあんま好きじゃないんで、で、僕コーヒーの方が好きなんで、ホットコーヒーと、ハッシュポテトルね。これは、あの、おなじみです。あの、幹也さんもこれ食べてました。はい。で、えー、っと、これ、ソーセージマフィン。 はい。を買いました。なんかね、メガマフィンっていうのを買ってたんだけど、僕あんなにちょっとあの、ごついの食べたくないんだ朝からね。あんまお,お腹空いてないんで、今日はほんと気持ちええをやるためだけに、買ってきたんで、はい。こんな感じね。じゃあ、早速、どれからいこうかな。じゃあちょっと、これからいこうかな。ちょっとまあ、出来たてっぽいんで。じゃあ、えー、はしぼだよ。これね。いたっけーす うーんうまはしばポテトうまいっすね、意外とね。あんまり食べたことないんだけど、うん。富裕層なんで、うん。僕富裕層なんであんまりマック食べたことないんだけど、なかなか、うん。食感もいいし、うん。うーん うん。なかなか、うん。いや、もうミキヤさんはね、その独特だね、動画を撮ってる人で、そのね、普段はね、真面目な、おい、あの、ね、あの、お医者さんなんだけど、なんか、そういうなんかこういう食べてみた動画とか、 お医者さんとの医療に関係のない動画の時はね、なんかとことんふざけてるってなんか普段は真面目な人が、なんかめっちゃ無理して頑張ってふざけてるみたいな、あの動画が僕は好きなんですよね。ミキヤさんのね。そう。でなんか言い回しとかが気持ちいいとかさ、かようわからん言い回しをするところも好きですね。うん。そんな感じで最近ね、めっちゃハマってる。僕はあんま YouTuber 好きじゃないんだけど、ミキアさんはちょっとハマっちゃいましたね。 これ、気持ちえい,い気が利くねーうん。まあ、最近のね、なんかね、言い回しとかなんか、ね、あれちょっとお脇地の言い回し最近変わったなって思ってる方多いかもしんないけど、あの、9割近く、あの、ミキヤーさんの影響を受けてます。はい。まあ、僕、ミキヤーなんでね。ほんと。今度ね、いつか、時間あったら、あのー、高須ミキヤの面白い動画5選とかね、動、あ、画、のー、5, 5選気持ちいえとかやりたいなと。 思いえーすあ、これもあの、ミキヤさんの真似です。はい。じゃあ、この、エッグマフィン。エッグマフィンじゃねえや僕あの、エッグ食えないんで、アレルギーなんで、あの、ソーセージマフィン。チーズと、なんか、ソーセージとあとのこの、マフィンで、ね、あのー、挟んでるっていうやつを、いただきえーすうわーうわ。うんうんうん。 まあ、なかなかですね。うん。うん、うん、うん。いいんじゃないですか。うん。うん、じゃ、あ次。このコーヒーね。僕ね、コーヒー大好きなんですよね。うん。もう、本当に一日に何杯も飲むぐらい。の。 コーヒーってめっちゃ体にいいんですよ。そう、抗酸化作用があったりとかで、割とその長生きする、ええー、秘訣になると。そう。結構ね、コーヒー飲むのはめちゃめちゃ健康にいいよっていう大学ので、あの、研究データとかもたくさんあるし、まあ僕も大好きなんで、もう本当に、しょっちゅう、時間があれば飲むぐらい、僕コーヒー好きで、で、僕ね、甘いコーヒー嫌いなんですよ。うん。なんか、ブラックだけど、なんかその辺になんか、 ね、ミルク入れたりとか、あのー、砂糖入れたりするといるかもしんないけど、いるけど、あのー、僕はもうね、ブラックが好きなんで、何も入ってないです。うん。で、結構いろんなコーヒー飲んできたんだけど、僕がそのね、こういう感じで買えるコーヒーの中で一番うまいのは、セブンのコーヒー。セブンのコーヒーめっちゃうまいです。だけどまあ、マックのコーヒーあんま飲んだことないんで、今日初めて飲んでみたいと思いやーす。香りはいいよ。香りはなかなか。うん。 いやしゃ。うんうんうん。ああ、はいはいはい。あのね、コーヒーってやっぱりブラックにもいろいろ種類があって、酸味がある感じなやつと苦味が強いやつってあるじゃない僕はね、あの、断然苦いものが好きですね。これは割と苦いんで、酸っぱくなくて飲みやすい。僕は好きです。はい。という感じで、 いや朝マック気持ちい,い普段ね僕最近はその僕あの本当にあのニートなんでそうニートっていうかまあ働いてないんで <laughs> あのまあ僕この時間普通普段は寝てる今9時ぐらいかな今何時かちょっと分かんないけど時計もないからまあ9時10時なんだけど僕この時間普段は熟睡してる時間なんですけどたまたまこの「気持ちええ」をね「朝マック気持ちええ」をやるためにだけに起きましたはい。 うん,うん。そういう感じで、えー、今後もね、高隅家のパクリ動画とか、高隅家の言動を、あの、そのまま真似したりとか、触発された動画をね、どんどん撮っていきたいと思いえーす。という感じで、いってらっしゃい